ちゃお、あっちゃんです。今日ちょっと用事でね、役所行ってきたのよ。で、役所行ってきて、で、帰り道ね、もう昼過ぎてたから、たこ焼き。駅んとこのたこ焼き買って食べてね。で、カメラ持っていかへんかって、別に、なんていうのかな、役所行って帰るだけやったし、で、別にね、あっちゃん一人の時やったら撮るけど、それ以外の時はもう撮らへんことにしてるから、今んとこね。だから、で、帰って今ね、2時10分前だけど、たこ焼き食べて帰ってたし、もういっかーみたいなそんな感じでね、役所から帰ってきた。で、まあコーヒー入れてんけど、ね、3区でちょろっとお買い物して帰ってきたからね、あ、もう今日の予定終了ということでね、まあ昼ご飯たこ焼きを食べましたっていうトーク動画やねんけどもねまあ用事でね、役所行った。まあ何時に行ったか別にね、あの子はプライベートのことなんで内緒ってことで役所行ってきて、で、ね、なんていう名前やったっけな、粉もん屋やったっけ、違うだっけな、なんとかいうお店やね、駅前にあるの、あそこのたこ焼き買ってきてね、美味しかったよね、オニオンなんとかって言ってね、玉ねぎが乗ったやつね、あれが美味しかったそう、で、3区でね、ちょろっとお買い物して、で、あとね、道の駅と、そこのね、で、宇田緑にちょっと、これも今日行くか明日行くか悩んでね、今日金曜日でしょ、だから土曜日は、一般客が多いから今日行っといた方がいいかなと思って、土曜日はね結構一般客多いから野菜とかなくなるパターンが多いし、せっかく遠くから来てくれてね、なかったもあれなんで、あーちゃんとできるだけ土日にはいかんようにしてんだけど、でそこ行くのと宇田緑を買いに行こうかなって思ってね、ね、まあ、今週分の食材だけ仕入れといたらね、鶏3キロぐらい買って、で、で、ミンチ、鶏ミンチを、なあ、もう、1点ちょいぐらい、まあ、500〜600×2ぐらい買って、ハムまた作るかな、昨日ハム美味しかったしね、また鶏ハムでも作ろうかな、って思ってんねんけどね、まあ、んな感じで、ほんまね、寄っててとか行きたいんやけど、もう山下るのめんどくさくてさ、最近ほんまに市内、3区とかその道の駅とかぐらいしか行ってないんだけど、まあ、そんな感じでお買い物行って、で、ね、んな感じで、あれパソコン出しやがったのに、出しやがらないな、私は。朝からのね、動画とかもちゃんと作ってね、あとデスク刺さってるからや、まあいいや、作業できへん、できへんの、どうやってんの、一回外さなあかんの、電源、これどうやって抜くの、直接これ抜いてんの、違うって、いや本体や、本体で電源を押すの、そうだよ、やっちまったよ、よいしょ、みたいな、そんな感じでね、ちょっとね、まあ、昼からねちょっと道の駅行くんで、また一緒に道の駅行ってきてで、うろちょろしようかな、うろちょろじゃない、帰ってきてね、ちょっとゆっくりしようかな、まあ、YouTube がいかにね、 YouTuber がいかに昼間こんなダラダラするかってバレてしもうたなまあそんなんね、視聴者さんには見せるところじゃないんで、内緒やねんやつがコーヒー飲みな、でもね、ちゃんと動画撮ったりしとったら結構一日使うんやで、まあね、最近ちょっとね、でも一日5本は最低出したいなと思って、でもドライブ動画も撮らへんかった、撮ったらって言ってんけど、でももうちょっともう声出したりとかそういうの気配ってことだけどね、あんまり出させたくなかったんで、でまだなんかオミクロンとか新型コロナ言うと思うな、いえね、ほんまにね、まあそんなこんなでね、今日金曜日からまたねちょっと定期ライブはしようかなとは思ってんねんけども、でねえ、ちょっとまあいろいろとあってね、あれなんかもね、今日は感じで、だお買い物しようかも、取らない感じで買ってきて、そこポンって取ったからちょっと探して、ね、今月ね、
まあね、給料日が20何でしょう、来週、今日14でしょう、来週、再来週頭ぐらいまで、まあなんとか頑張ってね。で、まあね、なんかこう考えていくよ、そんな感じでね、いろいろやっていこうかなと思ってんねんけど。何の話やってさ、眠たくってさ、前に夜遅くまで喋ったりとか、そのばっかりやから、眠たくなってきてね、昼間眠たくって。まあ、昼夜逆転してもね、やっていける商売なんです。食材だけ買いに昼間起きやなかったとか、役所とかはね、そういうのは昼間に起きやなあかんしね。まあ、そんなこんなで、ね、軽く、やっていこうかなと思って、ね。あ、明日スイッチ無料開放でやって。てか、明日の分入っとったっけ、チケット。なんでもいいけど。近いうちカラオケライブもしたいね。まあ、そんなもんね、なんていうのかな、久々にね、たこ焼きを食べて。毎回言ってたやんかのようはたこ焼き食べたいねって言ったから。今度ね、本格的な大阪のたこ焼き食べに連れて行こうかなと思ってね。まだこう。なんかひっくり返ってびっくりした。さっきブレーカー飛んだんよ、家帰ってきてコーヒー入れてる時に。でちょっといろいろ電源立ちからいっぱい話だったから、でブレーカー飛んだからブレーカーの電源入れ直すのにさ、その辺避けて上登ったんやな。だから多分それずれて落ちたんやと思う。びっくりした今、お化けじゃないこれ。まあそんなこんなでね、からもちょっといろいろとやっていこうと思う。まあね、新たにね、こう生活圏を変えていくって感じで、部屋も片付けたりとかね、いろいろやっていかなあかんしね、まあ、やりたいこともやりながら、やらないいけないこともやっていって、今だからね、みんなに内緒だけどお片付けをちょっとしてんのよ、ちょろっとね、動画撮ろうかなって迷ってんねん、もう家やったら撮らんでいいよって言ったけど、あちゃん撮ってね、みんなに発表しようかなと思ったりもするしね、まあいろいろと考えてね、動画撮んねやったら待ちしといてください。だから動画撮らへんねやったら手伝ってもらうの。どうしてもね、あんまりも表に出そうなのやめようと思って、だからまあね、これからね、楽しく暮らしていくにはどうしても必要なことやし、そんなこんなでいろいろとやっていきますわ。はい、ということで今日はね、お昼ご飯は、外でたこ焼き食べてきました。あれなかったから、けどビデオカメラ持っていかへんかったから動画なかったんだよって言って、あーんってできへん、あのもしたらやけどしてしまうからね、おとなしく一人で食べてました。一人ずつ食べてました。はい。今度あーんしてね、二人やけどしてて、その動画撮ろうか、いらんて。はい、まあ、そんなこんなでね、あっちゃんは楽しく、生活してます。皆さんもね、あっちゃんと彼女とのね、ラブラブな幸せオーラ、受け取ってください。幸せのお裾分け、ずっとしてますんで。はい、いずれね、本当に彼女の勇気が出たら、カップル YouTuber として、まあ顔は出さへん。絶対にモザイク入れて顔は隠してるからね。そんな感じで一緒に出ても声ぐらいはね、出てくるからけど。そんな感じで、ね、楽しくやっていきたいなと思ってるんでね。まあ、もうちょっと待っとってね、ちゃんとそういうことを、ご視聴さん、いやって言ったら、あっちゃんも無理して言わせへんけどね。映るからカーテン閉め時や言うて閉めたらね。まあそんな感じでね、あっちゃんは楽しんでおりますわ。ということでね、もう一回昼からね、道の駅と宇田緑買いに行くんで、また一緒に連れて行ってきます。ではただいま、バイバイ。